まず一人は番中村、そしてミステリオ前の方へ。ガードマンが本日は出れません。ガードが出れません。その代わりリザーバーとしてミステリオ。そして忖度抜きで反応しろ。番中村ミステリオです。さあ嵐を呼ぶ第6試合、それではこの試合のビートを聞いてみたいと思います。ダディミックス、行くぞガードマン。情報型です。さあそれでは先攻後攻のじゃんけん決めてもらいましょう。先攻で。お、先攻だ。じゃあ立ち位置が変わります。はい、立ち位置変わってください。さあそれでは始めたいと思います。いきましょう。先攻番中村、後攻ミステリオ、8小節3本です。いきましょう。レディーファイト。ここは渋谷オーイースト、キノコ野郎はどこ行った。お願い、あんたでもいいよ。 YouTuber が殺し行くぞ。決めようか、最低の MC、 偽物じゃねえ、山梨のテクニックさせねえぞ。会場は退屈、番中村最強の怪物。殴り合いじゃなくてこの喧嘩で勝つ、お前はいらねえんだエンタメ枠。ガードマンがなっちゃったコロナウイルス、ランボルギーニでトヨタブルース。中途半端なテクニックじゃギャグランパの俺には勝てねえ。正直言うよ、フロー足んないよ、こいつの見た目無料案内所。御年46歳、男として勝負をしたい。お前らの期待裏切らねえ、これがね、本物だ。ちょっと待ってろよ、言うこと忘れそうになっちゃったよ俺この勢いでよ。ごめんな、なん慣れてねえからよ。サンキュー、ごめん。ライブは別事件、ガードマンみたいにエグいて、このシーン本気で変えていく、俺が優勝ドッキリ大成功。なめんなよ、よ俺はガードマン、MI と3人にずっと派遣バイトやってたじゃん、アルバイト。こいつを地獄に発売しよう。即興で速攻で特攻でボコボコ、俺がマリオでお前がノコノコ、食べちゃってワンナッツからのワンドロップ、こっからが男の見せ所。お疲れてるよちゃん、操るバンドマン、ヘッバン揺らすジパン、バンバダンバンバダンビッパン。バン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 ビッグバン、それ絶対流行ることないと思うけどな。おもろいと思う人いますか、ワンドロップ。俺がマリオでこいつがクリボ、俺が中トロこいつはスジコ、俺がライオンでこいつはウリボ、俺がイータならこいつはウリボ。でしたね、すごいなこの枠。さあそれでは判定いきたいと思います。いきましょうか。よろしいですか、決めてくださいね。先攻番中村、後攻ミステリオ、勝者ミステリオ、両者に大きな拍手を。中村さん、何か一言あるようであればかっこいい一言待ってますよ。お前らが一番ツンツンしてるよ。番中村に大きな拍手を。